茶葉飲みたい。今日か、今日も昨日も一昨日もスタバ飲んでなくてやばいです。そんなことってあっていいのって思いますよね。ダメだと思います。今日かはそんなことが起きては、そんなことがあってはいけないと思います。今日も昨日も一昨日も、あ、飲んでるかも。やっぱり嘘かも。いや、飲んでないですね。今日は飲んでなくて、で昨日はあれですね、制服の目だから飲んでなくて、その前は、え、昨日って制服の目、昨日は制服の目ですね。なので飲んでないです。で一昨日も、一昨日は S 公園多分飲んでない、じゃあ絶対飲んでないと思うんですよ。だから多分その前も多分、まあ、別にどうでもいいんですけど、でもちょっと不足してますね、スタバが。見て、今日の朝食べようと思って食べてもらえなかったチョコクッキーくんです。いつか食べます。これマジ大好きなんですよ。おいち、結婚してちょっとお腹空いてるから無理だな。そう、今日はね、なんといっても土曜日ですから、開園時間が早かったから、なんか公演終わった時めちゃめちゃ早くてびっくりしたんやけど、なんかさ、 K2 公演をそんな、なんか土日にやってるイメージがあんまなくて、会社の後輩が時間がない公演楽しました。最高ですね。今日も楽しかった。今日もなんとか一日生き延びれました。よかった。本当にどうなることかと思ったんですけど、やっぱ楽しくて秒でした。やっぱね、楽しかったらね、何でも頑張れるんですよ。牛乳ありがとう。早起きできました。寝れたけど、まだ、あのスムージー朝飲もうと思って買ったけど、一瞬で飲み干してしまったね。これして、ちょっとお腹すいたんで無理です。え、今日か、今日土曜日って知らんかった。ちなみに知らんくて、あの、な誰が言ってたっけ、なんか今日、なん、誰が何の話言ってたか分からんけど、開演時間が5時みたいな話してきて、誰かが、だから、あ、それで気づいて、えっみたいな、え、今日土曜日なんやって気づきましたね。ハートありがとう。めっちゃありがとう。どんないいことやったんか気になるでしょう。リハの時にゆきさんがえ、今日かわいいって言ってくれたことです嬉しかった、うん、手紙ありがとう。ハートありがとう。え、てかさ、今日なんか気づかん、絶対気づかんから、まあ教えてあげるんですけど、ちなみに今日あんまり前髪固めてないんですよ。なんか自然にちょっと今日は泳がせてみようとか思って、あんまり固めずにやってみたんですけど、あんま変わんなかったです。やっぱ心配性すぎてめっちゃスプレーかけちゃうから、いつもが多分バグなんですよね。だから、まあ今日が普通の人の量なのかなって思いました。でも今日の午前中の前髪がめっちゃ良かったんですよ。もうほぼ固めてないみたいな、めっちゃ自然な前髪だけど、なんか、やっぱ気の迷いで、ちょっとね、ま、巻き直してしまって、で、まあ、ちょっと微妙になってしまったということです。今日はマジで早く寝ます。でもなんか一周回って超元気すぎてさ、別に眠たいって感じはなくなっちゃった。まあでも寝た方がいいと思う。今日の午前中の教科は可愛いから、いつか教えてあげるめっちゃ可愛いで、ちなみに楽しかった今日も一日。怖い。ハートありがとう。ああ、そういうことかな。
ハートありがとう。やっぱね、公演やってると楽しすぎて一瞬でした。うわ、でも昨日の前髪綺麗ってか、昨日さ制服の目やってたの知らんかったけど、昨日やったんや。前髪綺麗、めっちゃいいやん。やっぱこの前髪もいいな。自然に泳がすのもいいけど。カムクラ、うわありやな。カムクラめっちゃ、ハートありがとう。カムクラありですね。ハートありがとう。メールでも送りますね。かわいい、かわいい。キャー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 。今日のゆきさんの髪型かわいかった。え、そう、今日かあのね、ゆきさんのハーフツイン大好きなんですよ。ゆきさんがしてる髪型全部大好きなんですけど、でもハーフツインが超大好きだから可愛かったです。ハートありがとう。仕事帰りスタバ寄れなかったから明日こそスタバ。え、今日が明日絶対スタバなの？絶対に。ハートありがとう。生誕グッズ予約した、ありがとう。みんなあのあれ、あのあれですよ、お揃いしましょう。一風堂、一風堂美味しいよな。一風堂ね、でも割と最近行った、最近ではないけど。お茶ありがとう。やばい、今のハートありがとう。お茶ありがとう。コーヒーなんとか、あれスイートミルクコーヒー、あれはでも結構バブの味、バブですね。めっちゃあれはだって甘いもん。バブちゃん、バブちゃんって感じなんですけど、昨日のシャーシャンからきょうちゃんのいい話を聞きました。え、なんだ、何何何何それ、何それ、何それ何。キャー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 。なんか前髪変やな今日。やっぱいつもと違うことはあんまりせん方がいい。空回りするタイプですね。いっそ気合い入れようって日にいつもと違うことして、え、ビジュアルってなってしまうタイプですね。完全に別に今日は普通の日なんですけど。ハートありがとう。結婚して、お腹空いたから無理やな。あとスタバがちょっと不足してるんで無理ですね。やっぱね、スタバ足りてない。それスタバ足りてない。メロン飲んでないけど、フラペチーノあんま飲まへんねんな。あの果物系もあんま飲まへん。でも多分ね、大人になったんだと思います。今まであのスタバのいちご系のやつが出たら絶対に飲んでたのに、最近ねあんまりなびかんくなったんですよ、フラペチーノに。え、めっちゃ大人じゃない、フラペチーノ。ペチペチ。ハート牛乳ありがとう。焼肉食べたい。ハートありがとう。ピチカーノ。あなたの T シャツ。今日がもうキャラメルフラペチーノめっちゃ好きやった。牛乳ハートありがとう。お腹すいた。今日もあんまり食べてない気がする。そういえばきょうちゃんショールームしてんで、今日は早めです。早く寝ようっていう狙い、早く寝ようって、今日は早く寝たいなっていう心の表れです。今甘いものはよくしてない。今日が結構気分屋さんだから、その時の気分じゃないものはマジで受け入れられへん。ちなみに言っとくと、なんか甘いもの食べたい時と甘いもの食べたくない時のさ、結構激しい。うん、何ちったい、
悩みどころだな。ハートありがとう。今何食べたい？なんか多分暑くなってきたから、なんか今日が夏あるあるなんですけど、なんかお腹空いてても食べるのめんどくさくて、食べたいものが思いつかない日々が続くんですよ。でも食べ出したら食べれるから、多分無理やりなんか食べたらいけるんですけど。ハートパンありがとう。ドエリアうまい。スイートミルクコーヒーめっちゃ美味しいよな。飲みたい。ハートありがとう。夏って食欲なくならん？え、ピオスさんの X 見ました。めっちゃ嬉しくて、なんかにまにましちゃった。にまにま。ありがとう。きょうちゃんの手紙文字数何文字ってと、文字数ってどうやって数えんの？なんかさ、あのさ、ずっと気になってたことがあるねんけど、国語のテストとかで100文字以内で書きなさいとか、何100文字50文字とか80文字とかさ言うけどさ、普通に考えて多くて15文字じゃない？数えれるのって、人が数えれるのって100字以内、なんか何十字以上何十字以内みたいな、90文字以上100以内とか言って、90以上は数えないとあかんけんか。どうしてのあれって普通の人って。結婚して、ちょっとこれのやり方が分かんないから無理ですね。一文字ずつさ数えるのやばくない？普通に無理ないけど、15文字ぐらいまでしか数えられない。普通に途中でイライラしてると思う。2000字、嬉しい、待ってる。数えた2000字ってか、すごくない？あ、掛け算、なんかマス目ない時ない？たまにないか、そんなこと。なんかなんでそんなさ数えさすんと思って、なんか小学校とか、中学校そんなことしへんか、中学校とかさ、なんか優しい時は線みたいな、ちょっと太くしてくれて、ここで何文字みたいな、これ80文字だよみたいな教えてくれる用紙もあるけど、でもなんか前、めっちゃ前やけど、いつの話か分からんけど、なんかめっちゃありえん文字を数えさせられたことがあって、多分分からん、教科がバカなだけかもしれんけど、国語の時にね、ありえん文字数を数えさせてきてね。テストってさ時間ないやん、しかも国語とかめっちゃ文章読まないとあかんからさ時間ないね。そんな80文字とか数えてる暇ないですってなる。30ぐらいか、100はやりすぎかも。牛乳ありがとう。きたここん、きょうちゃんへの愛みんな綴ってください。ハートありがとう。文字を数えるテストやったんや、試されてたんや。じゃあ国語ではなくちゃんと文字数えれるか試されてたんね。くまありがとう。時間と文字数を指定された通りにできる。すごっ、天才やん。私にはできません。作文用紙懐かしい。そう、実は多分算数やったんだと思う。数学でもなく算数ですね。今日かお手紙読むの大好き。129日やって、すごっ。
今日も楽しかった。すぐ響いた。ハートありがとう。もばめの返信もちろん届いてます、全部見てますよ。だけどお手紙はとっても嬉しい。もばめの返信も嬉しい。パンありがとう。パン、めっちゃ響いたよな、びっくりした。お茶ありがとう。今日なんかすごい楽しかったです、一日いい日でした。やばい、写真に頭悩ませてる。どれにしようかな。うわ、てかアイライン買いに行こう明日。アイライン、うん、お買い物でもするか。お手紙書きます、嬉しい、待ってます。ピカピカありがとう。メール来た。え、何のメール、ん、何も普通なくない、いやほんまにさ暇な時間があってさ、公園の前結構長くて、それが結構やばいぐらい暇すぎてやばかったです。ちなみに言っとくと、だからねめっちゃツムツムしてた。ハートおにぎりありがとう。昨日はどうもでした。かわいい。おにぎりありがとう。今日ねなんか昆布のおにぎり食べたんですけど美味しかったです。え、てかさメール届いてる？今日はちなみに2個送ってます。3つ目は今送ったばっかりから多分まだ届いてないねんけど。メール届いてますか、今日のメールって。牛乳ありがとう。おにぎりありがとう。なんかすごい不安なマークがついてる。お茶牛乳ありがとう。これなんかちゃんと届いてるか届いてないか。あ、届いてる、よかった。それならいいんだけどなぁ。それな、なんかアンダーで同期おらんの久々すぎてさ悲しかった、めっちゃ。今日ほんまに途中で寝ようかと思ったけどなんか起きてましたね。何してたやろ。やべ、 Twitter 書こうと。聞こえして、ちょっとお腹空いたから無理ですね。お腹が空いてるんですよ。え、めっちゃ聞いてました。ハートありがとう。ピカピカありがとう。牛乳ありがとう。ハートありがとう。
ハートありがとう。お疲れ。おにぎりありがとう。お茶レインボースターありがとう。ちなみに今文章を考えてます。そうですよ、 みかんミッドナイト待ってますよ。みんな来てください。おにぎりありがとう。そう、海行きたい。入るかは微妙だけど見に行きたい。海好きな人おらんの？海というか海辺が好きな人。めっちゃお腹が空っぽな気がしてる今。そうなんですよ、好きな人ばっかりでめっちゃ楽しみなんですよね。海の上は好き。へえ。おにぎりありがとう。ファイト、ハートありがとう。やばい、と言ったと言った。めいた。ピカピカありがとう。めっちゃめいたいねんけど。かわいい。 お茶じゃない、パンありがとう。ミッドナイトと制服の目両方でしょ。
どっちもおすすめ。めっちゃ目痛いねんけど無理。何急に。痛いって。これはミスってますわ。え？普通になんで？眉毛のパウダーなくなってんけど。え？どこ行った？最後。あった。ナイス。ちょっと痛い。あとパンありがとう。ハートおにぎりありがとう。めっちゃ目が痛い。最近タピはね飲んだ気がする。ああ飲んだな最近。そういえば昨日の昨日の昨日の昨日ぐらい飲みました。ピカピカありがとう。両方来てね。ミッドナイトはさてどんな日になるのでしょうか。ピカピカありがとう。お茶ありがとう。そうですよ、ティーンズのロケお楽しみに。マジでお腹空いてんけどなんか食べればいいか普通に考えてさ。すごい、なんかこの睡眠時間でも生きていけるんやって分かりましたね。参考にしよう今後の。公園来てねー。今月公演少なくない？めっちゃ。
にぎりありがとう。最近買ったキャンメイクのシャドウ発色パレット、知らんな。最近全然化粧品買ってないんですよ。なんかさ、今日アイラインがさ意味わからんぐらい秒でなくなんねんけどさ、これって強化が悪いん？それだけがわからん。それだけが分からなくて。8色、あ、これじゃん。全然化粧品買ってないし、なんか欲しいものもないねんな。なんかね、アイライン一生上手に描けへんし、なんかすぐなくなるし、めっちゃ嫌なんやけど。困った、秒でなくなるアイラインが悪い。やっぱそうやんな。確かに評価悪くなさそうですね。よかった。早くさ、今日のアーカイブ見たい。すごい、めっちゃ前髪揃ってるやん、この時。んじゃあ、オデが書いてあげようか。絶対書けないやろ。ハートありがとう。今日めっちゃ一瞬やった、公演。今日も楽しかったな。お腹すいた。だけどなんか今食べたいものがさ明確じゃないんですよね。思い浮かんでない。うわってミスト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 。おもろ。おもろ。ツーショット界でおすすめのポーズはハッピーキャッピー。イエーイ。お弁当ありがとうございます。ローソンの夏食べてるけど、あの時ほどの熱はないかも。じゃあありえんぐらい食べてたけど、今結構落ち着いてます。だけどまあカバンに常備はしてます。なんかでも最近食べるタイミングがあんまりなかったけど、みんな持ってるこれ。うん、ハッピーキュッピーね、みんなねできてない人いるんですよ、たまに。こんなのかいるんですけど、練習してきてください。これテスト出ます。ハートありがとう。うん、ツイッター上がりました。
それは辛いな。そのポーズで撮ったことない。え、やろうね。お茶ありがとう。ってことは明日日曜日なんや。あんまり知らんかったな。詳しくは知らんかったんですけど、明日なんか日曜日っぽい。みんな知ってました？許可はあんまりそのはっきりとは知らなかったんですけど、今日何時までにしようかな。あんまり長くないです。多分終わりは近づいてきてます。こうやって話してるうちにね、終わりは近づいてきてますよ。ね、予備感覚ない。夜ご飯いちご？そんなんお腹いっぱいならんやん。100個ぐらい食べな無理じゃない？いちごって熊のパンありがとう。いちごだけとは言ってない。そんな、いちごだけはさすがに無理がある。次の公演は15日 S 公演ですね。この日は、あっで、18、21、なんか公演少なく感じるけど、別に週に3回出てましたね。え、なんかめっちゃ公演少なく感じるのは今日かだけですか？なんか全然最近公演出てないなって思うねんけどやばい。それはレインボースターありがとう。18日、あ、 K2 公演だ。待ってます。何しよっかな。まあ、ありがとう。週3でも少ないと思っちゃう。さすがに疲れたっぽいな。ラーメン食べたい。
連合した、ありがとう。身長はマジで伸びてないと思います。測ってないけどガチで伸びてないです。中3で終わりました。15日待ってるね。牛乳ありがとう。どうしよっかな。あと牛乳ありがとう。お茶ありがとう。ん？まださ9時？え、やば。え、こんな早かったっけ？なんでやろ。こんな早かったっけ？ね、早く会いに来て。みんな遠く会で待ってますから。開演早かったか。え、それな、未来しかないやん。めっちゃ未来明るいねんけど。やば、9時やって。これからどうすることでもできますよとか言ってね、寝た方がいいんですけどね。多分ほんまに眠気覚めちゃって、なんか知らんけどキューピーコアのおかげかな。キューピーコアやったっけ。牛乳ありがとう。今日マジで寝てないんです。全然なのに全然眠たくなくなった。公演したからかな。あ、めっちゃ前の質問コメントに遡るけど、あの今日の見どころはみたいな言ってた人、あのコメント分かりました。僕らをつなぐものの1サビ前のガチテレキョウちゃんですガチテレキョウちゃん見てください。ぜひ。なんか本気で照れちゃったことがありました。まあ見たら分かります。パンありがとう。え、そう、もうほんまに今日不安で、もう途中でもう頭ポワポワになっちゃって、なんかミスったらどうしようとか思ってたけど、やっぱなんかやってると大丈夫だったかな。なんか睡眠時間が短すぎる時ってさ、めっちゃあの頭ふわふわしんだけど、なんか今日めっちゃ大丈夫やってんな。なんでやろ。デュフ、うん、ま、デュフってなってたけど。気をつけてください。牛乳おにぎりお茶ありがとう。じゃ、なんかお買い物とかしよっかな。お買い物しよっか。そうしよう。声高くない？てか、うぅガオー。アーカイブで見てください。1サビ前のガチテレキョウちゃん、なんかガチテレした記憶しかないねんけど、ガチテレしちゃって、あの本気でなんか、えって、目合わせれないってなりました。聞こえして、ちょっとお腹すいたから無理です。です。あのその3人のところも毎回楽しい、好きだけど、その前の1サビの前のやつです。スーパーハッピーキョッピータイムです。ハートありがとう。本当にあれを楽しみにやってんですから。そろそろなんか美容室とか行こうかな。どう思います？もう1ヶ月余裕で経ってた。美容室とマツパ、いやマツパはねちょっと1回我慢してみてる。伸ばさないとダメ。じゃあまあそろそろショールーム多分終わると思うんで気をつけてください。でもほんまに今日楽しかったんですよ。公演が幸せで、今本当に今幸せなんですえ、
そう、ツーショットとかの前にいた方がいいからってなるとね、あと1ヶ月近く行けないけど、まあ言うて3週間後とかに行けばちょうどいいか。でその時にしよっかな。マツパね、マジでした方がいいよ。あ、だから1回我慢しよう今月は。なら次の月いい感じかもしれない。ネイルしたいな。レインボースターありがとう。ガチテレ今日ちゃん、定点で伝わるか分からんけどガチテレしました。今日はにやハートありがとう。うん、確かに OK。 明日の計画立てた、立てれました。ちょっとね、やっぱりたくさん頑張ったのでお買い物とかしたいと思います。どう、ちょっと OK、やることあるっぽい。スタバはね、スタバ挟むタイミング結構重要なんですよね。うわ、日曜日やん、いいこと聞いた。危な、危な、やめとこ。じゃあやめます。明日の予定崩れました。日曜日とかあんま外出ん方がいいよ、人多いから。人多いのほんまに無理なんですよ。今日か引くほど寝よっかな。でもほんまに眠くないねんな。やめます、そりゃ。だって人多いの嫌やもん。うん、平日の昼間とかがいい。明日お休みなんですけど、なんで日曜日なん。うわ、スタバも絶対混んでるやん。もう、ちなみに天気は、天気が晴れなら多めに見ることはできます。牛乳お茶ありがとう。じゃ、晴れっぽい、多めに見れますねこれは。え、あったか、素敵やん。え、どうしよう、なんかめんどくさくなってきたな。間違えた。なんかずっと自分と戦ってて、なんかやりたいこととめんどくさい気持ちがちょっと葛藤してます。てか普通に友達と遊びたいねんけど。遊んでよみんな。うわー、悩みどころすぎる。ちょっと待って、どうしよう。うわ、確かに日曜日でお天気であったかくてとか、みんな外出るやん。うわ、スタバ絶対無理やん。じゃあ困った。お茶ありがとう。え、それの明日手伝いに行ったん、一人で出るやつ。いいな、今日かも出たいな。手伝い全然出てなくない、最近。あ、サウナはマジで大丈夫、行かないです。ほんまにサウナ無理なんやけど。何、楽しいのあれ、分からへん。今日かには心斎橋パルコ、え、明日ですか。明日なんや。え、行っていい。え、明日なん。え、今日かもさ、手作り食べたいからさ行きたい。普通にずるすぎ、あれ無理、ずるすぎ。それはだってずるすぎるやん。今日かだって食べたいもん。ずるいからダメです。ハートありがとう。いいなぁ、今日かも当てて食べたいねんけど、手作り。ははは。え、鉄の1ヶ月も経つの。今日か、あの鉄の大好きなんですけど。1ヶ月経ってるやん。アーカイブ見ようと思ってたのにもう消えちゃった。あ、映画館はいかんな。
日曜日は一人からな。ハートおにぎりありがとう、レインボースターありがとう。コナン、なんかコナン好きな友達多くてさ、でも今日あんまアニメ見えへんからさ分からんねんけど、でもなんかめっちゃおすすめされて、ほんまに見てみたいな言われたけど、結局見ずにここまで成長しましたね。でもめっちゃ好きな人多いよな、コナンとワンピースって絶対好きな人おるよな。全然アニメ見てない最近。おにぎりありがとう。今日がもね、一時期アニメにハマってる時期とかもあったんですけど、もう最近は全くですね。ちょっと厳しくなってきたな明日、どうしよう。ドラマも今何もやってなくない？結局どのアプリが一番ドラマ見るのに適してますか？昔のとか。なんか休みの日にさ、一日中家で映画見ます、ドラマ見ます、アニメ見ますみたいな、そういったことができないんですよ。教科は外に出さしてってなっちゃうから向いてないんよ。ドラマとかはなんかつけ流す感じ、がっつり見ることあんまない。お鍋食べたい。なんかほんま最近さ、間一日だけ休みっていうことが多すぎてさ嫌なんよ。これ一番嫌いなら、もういらん休みって思っちゃうぐらい嫌いです。ミッドナイト楽しみにしててくださいね。何やるか知らんけど。ちなみに、言うてさあと1週間ぐらいしかない感じ。ガチ。おにぎりパンありがとう。すごー。温泉ね、確かに。お茶ありがとう。楽しみすぎて寝れない。まああと1週間なんでね、ワンちゃんいけそうですね。起きといてください。もう1週間頑張って起きててもね、28時間まだ起きとかないとあかんから、忙しいけど頑張ってください。温泉は好きです。サウナが好きじゃないだけで温泉は好き。何しよっかな、ほんまに。ピカピカおにぎりありがとう。あとありがとう。そうなんよ、ミッドナイト終わってさ1時半やろ終わるの。何時からしか、何時から分からん、なんか時間的なの何も分からんねんけど、で制服の目がさ11時半じゃない、始まるの。今日からびっくりしてんけど、昼公演ってそんな早かったっけと思って。11時半からか、どれぐらいやんのやろ。でも大体1時間2時間ぐらいだから、で次の日11時でしょ。寝れんくねと思って。でもあれですよね、 K2 の人って
あれ朝からやってましたね。めっちゃ大変やん。すごいタイムテーブル。トーク券と握手券大量追加した。嬉しい。いっぱい会おうね。なんでも28時間今日かも寝ない勢いで行きたいと思います。おにぎりありがとう。楽しみですね。めっちゃハートありがとう。明日日曜日っていうせいでもうすごい予定が結構崩れてきましたね。今日の考えてた予定から結構崩れてきたっぽい。ねえ悩ましい。それなアズッピーずっと一緒じゃない。なんかずっと一緒、ほんまに全部一緒じゃない。多分そりゃそうですね。全部一緒です。うわもうマジでどうしよう。結構マジで無理だな。ないさ、絶対人多いよな。人多いの嫌だな。え、ゴールデンウィークな。5月か、ゴールデンウィーク。4日間だけじゃないでも休み。4連休ってだけやん。とか、緑の日、子供の日、かわいい。振り返り休日ってなの。4日しかないのにゴールデンウィークとか言うの？ハートありがとう。え、そんなにみんなに外出ん方がいいって言われたら結構不安になるんやけど。そんなにそんなにやばい？そんなにやばいかな明日。でも別に今欲しいものもないからさ、お買い物したところでなんですよね。悲しい。まあでもそろそろツーショットとかトーク会の衣装買わないとね。あとありがとう。やっぱ眠いかも。寝ようかな。10連休？めっちゃいいやん。でもなんかそこまでされても10連休とか言われてもさ、もうやることなくない？最大5連休とかでいいかも。5連休以上はもうやることわからんくなっちゃうからいいかも。1日爆睡。あ、今日かの理想なのは結構1日おきがよくて、1日遊んで、でその次の日はもう予定なしで、その次の日はまた遊んで、その次の日は予定なしみたいな、その交互がいい。サンドイッチ、それならいいですね。10連休やば、めっちゃいいやん。ほんまにそれでも次その連休終わりの仕事行く日最悪じゃない？本当に行きたくないですってなりそう。今日がっていつ休みなんか全然わからん。全然わからんねんな。こんなん確実わかんないじゃないですか。だからわかんないんだよ。もう時に身を任せるしかないな。え、五月病って言うよな。五月病って何やっけ。あ、分かった。なんか新生活が始まって不慣れでなんか
辛いくんだよっていう月やんな確か。5月病めっちゃわかる。まあ、別にもう新年度とかさ、その学生とかじゃないからさ、もうあんま関係ないから5月病とか関係ないけど、でもわかるその気持ち。そろそろ眠いっぽいんで終わりたいと思います。ランキング見ます。13位きょうちゃん、12位りかさん、11位うさぎ、10位女の子、9位あの君まろみたいな人、8位き、7位猫マカロン、6位ルーさん、5位ゆきさん、4位炭酸に入ってるクマ、3位きょうちゃん、2位白いクマちゃん、1位キティちゃんでした。ありがとうございました。ハートありがとう。じゃあ今日もお疲れ様でした。みんな X コメント待ってます。まだ9時なんでまだ取り返しつきます。これからね何でもできるんで、皆さん有意義な夜を過ごしてください。おやすみなさい。